の数時間前、彼氏が元彼になった。私は平日休みの仕事で、ちょうど今日が休みなんだけど、除雪があるから、普段通りの時間に起きた。泊まってた元彼を起こして、やってもらおうかなぁと、ものすごく思ったけど、元彼は今日仕事だし、仕方ないよなぁと思いながら、自分で除雪した。私は、平均より身長も低いし、比例するように力も弱いので、せいぜい言いながら、1時間ほどかけて、なんとか自宅の前、プラス、駐車場、プラス、隣の90歳超えたおばあちゃん家の前を歩けるようにした。昨日から降り続いている積雪、およそ30センチメートル。まだ雪がちらつく中、コートのフードをかぶっても、前髪は、雪で濡れてぐしゃぐしゃ。重労働で満身創痍。そんなありさまで家に戻った私に、すごいボロボロじゃん。え、だっさ。と声をかける元彼。せめて、お疲れ様。の一言でも言えんのか。別に、石田三成よろしく、飲み物を用意しておいてとは言わないからさ。喉乾いた、いや、汗かいたし、先にシャワー。でも、早くストレッチしないと筋肉痛がひどくなる。と思いながら帰宅したら、のんきに準備してる元彼の発言。何か返事する余裕もなかったので、とりあえず、そのまま仕事に行かせて、すぐにお別れラインしといた。合鍵とか渡してなくてよかった。最後の優しさで、家にある荷物は、着払いで送ってやるけど、軽くストレッチして、シャワー浴びて、水分補給してから念入りにストレッチして、朝ごはん食べようと思ったら、冷凍庫のラップご飯2つと、作り置きのけんちん汁が減ってたし、大鍋に入ってたけんちん汁を温めるのに使った小鍋も、その他食器類も、そのままシンクに置いてあった。うん、別れて正解。